チンココーナー354台、スロットコーナーは146台です。提携駐車場もございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごかったね、今日はね。ね、いや、なんか敵なんだけど、すごいさ、心配しちゃって。そうです。大丈夫かな。急下降からの急上昇ね。でした。すごいね、ジェットコースターだったね。ジェットコースター。いいジェットコースターでした。本当に、神里ラウンド、最初にやったじゃないですか。蘇りましたね。そう、蘇った。デジャブかなと思ったんですけど、頑張りましたね。頑張りましたよ。じゃあ、ポイントの方から聞きたいと思うんですけども。はい、お伺いしましょうか。あと残り、はい、2回ずつ、2回、あ、上里さんと浦和さんが2回ずつ、2回ずつある。あ、まだ全然でもそう、まあ逆転の余地はあるんですけども、かなりラバーズ J がハイペースでポイントを取らないと、ね、ちょっと逆転の道は厳しいかなと。確かにいう感じなんですけれども、はい、まあ今日もりなちゃん負けてしまいましたということで、はい、まあ濃くなんですけれども、自腹お買い物ですね。そうなんです。でも視聴者さんのためにプレゼントするということで全然大丈夫ですよ。はい、なんですけども若干さっきから気になってるんですけれども。あ、そうですか。さっきまで持ってた黒い肩掛けのおしゃれなバッグに変わって、はい、おしゃれなクマのバッグに変わってるんですけど、こちら何なんでしょうか。クマモンです。いや、それ見たら分かる。見たら分かるんだけど、機能性ちょっと発表しましょうか。まず肩にかけれて手がこう自由だからパチスロに行くときに便利だし、チャックを開けてもらうとね、こうお財布と鍵なんかも入れてもらえれば最強。これじゃあ自分で使えばいいじゃん。そう、欲しいぐらい。あ、じゃあ今回視聴者プレゼントなしということでね。そうはいかないんですよ。そうはいかない。神様が。もしかして、もしかして、ハンディもできますから。もしかして、もしかして、これ何ですか。これプレゼント。オープニングでね、今日なんかほらファン感謝祭、ファン感謝デーって言ってたでしょ。言ってました。1位取って自転車取って皆様にプレゼントするって言ったけど、これを持ってるってことは当たんなかったんだよね。そうですね。しかも私すごい一生懸命取りたかったんですよ。くじをですよ。神様がなんかすごい大当たりするかどうかのところで、今引いて今とか言って、もうあ、これでいいやって空気読めなくてね、これでいいやってなっちゃって、残念って書かれてました。マイさん行きました。めっちゃあっさり残念って書かれてる。あっさり残念。そう、どなたかにはでも絶対当たったはずなんでね。そうだね。オープニングでもしかしたら自転車当たるかもって思ってた人はちょっとびっくり。そう、これ自転車がくまモンに化けました。ということでですね、こちらのくまモンの内側にりなちゃんのサイン入りマイさんのショルダーバッグ、マイさんショルダーバッグですね、はい、欲しいという方はですね、はい、ぜひぜひどしどし番組の方にご応募いただきたいと思います。イエーイ。もうこれ閉めちゃっていいのかな。はい、ということでりなちゃん、神里も、はい、ホームでは勝ちなさいよ。ね、そうですね。そう、でも全部こうダメな子じゃなくてよかったなと思って。そうだね、見せ場があってね。さすがラカータさんということで、だからポイントもついちゃったから、そう、スロットもマチンコも盛り上がっておりました。よかったです。綺麗にまとめようと思ったな。ということで、じゃあ次回の、はい、対戦は誰だろうね。またですか。工藤とユイマール。多分ユイマールさんですよ。ユイマール強いイメージしかないので。ユイマール結構やりますね。やりますよね、はい、じゃあ今度はそちらの対戦をお楽しみにということで、次回もぜひ見てください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。何ですか。何、待って待って待って、何これ、選ばしてくれないの、強制なの。それは前の引きでしょ。毎回思うけどさ、どうしてそんなに偉そうなの。
もらう立場なのにどうしてそんなに偉そうなの。最近さ、だってさ、みーさんにもおごってもらったでしょ、ごちそうになったでしょ。これは何をごちそうすればいいの。これで何を本当に貯める。両替じゃない、両替じゃない。これであれだよね、南の島行くんだもんね。じゃあ、わかりました。でもあの十神様プレゼントしますけども、偉そうなのはやめて。あのすごい、あの使ってねってあげたいから。あ、上すぎ上すぎ。じゃあ、あの大事に使っていただきたいと思います。嘘くさいよ神様。じゃあ大事に使ってください。ダメだよ、うっちゃね。お疲れ様です。